延長猶予をもちまして委員会条例 10条第2項の規定により私が臨時に委員長の職務を行います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ただいまから委員会を開催いたします。これより委員長のご選を行います。お分かりいたします。委員長のご選は本来ならば投票によるのが原則でありますが、指名推薦の方法によることもできます。いかがいたしましょうか。はい、上田委員、投票でお願いします。それでは、異議ありません。それでは委員長のご選は投票により行います。なお投票の結果、投票が同数の場合は9時で、定めることになっております。委員会室の閉鎖を命じます。ただいまの出席人は7人であります。投票用紙を配布いたしさせます。配布漏れはありませんか。投票箱の点検お願いします。順次投票を願います。抵抗戦とかではありませんか。投票を終了いたします。委員会室の閉鎖を解きます。会議規則第127条において順用する同規則第31条の2項の規定により立ち会い人に亀田秀夫議員、北園武宏議員、高山正夫議員と3名を指名します。立ち会い人の立ち会いを願います。Thank you.
選挙の結果を報告いたします。投票総数7票、これは出席委員数に符合いたしております。このうち有効投票数7票、無効投票数0、有効投票中成松議員5票、亀田委員2票、以上の結果、有効投票の最多数を得られました成松委員が委員長に当選されました。委員長に当選されました成松委員の就任のご挨拶をお願いします。委員長と交代します。こんにちは。ただいま、選任いただきました成松でございます。まず今回の選挙で争点となりましたいろいろな諸問題、そして経済企業が担当するすべての問題について誠心誠意頑張ってまいりますので、皆様方のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。お世話になります。それでは副委員長のご選を行います。お諮りします。副委員長のご選は本来ならば投票によるのが原則でありますが、指名推薦の方法によることもできます。いかがいたしましょうか。はい、亀田議員、選挙でお願いします。投票でお願いします。投票で異議ございませんか。はい、それでは副委員長のご選は投票により行います。なお投票の結果、得票が同数の場合はくじで定めることになっております。委員会室の閉鎖を命じます。ただいまの出席委員は7人です。投票用紙を配布いたさせます。配布漏れはありませんか。よし。投票箱の点検を願います。順次投票を願います。投票漏れはありませんか。はい、ありません。投票を終了いたします。委員会室の閉鎖を解きます。開票を行います。会議規則第127条において順用する同規則第31条第2項の規定により、立会人に亀田委員、
北園委員、高山委員の3名を指名します。立会人の立会を願います。選挙の結果を報告いたします。投票総数7票、これは出席員数に符合いたしております。このうち有効投票数7票、無効投票数0票、有効投票中西浜委員5票、小野委員2票。以上の結果、有効投票の最多数を得られました西浜委員が副委員長に当選されました。副委員長に当選されました西浜委員の就任のご挨拶をお願いします。はい、副委員長席へどうぞ。はい、皆様改めましてこんにちは。副委員長に選任賜りました西浜和弘でございます。委員会所管事務にはさまざまな課題があるというふうに認識しております。より良き市政運営に向けて委員長を補佐し、しっかりとした健全なる委員会運営に努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。次に当委員会の所管事務調査の決定についてご協議を願います。しばらく紹介いたします。調査等について説明がありましたが、何かご意見はありませんか。ありません。なければ参考までに、前期の当委員会の所管事務調査は、産業経済の振興に関する諸問題の調査、病院水道事業に関する諸問題の調査の2件でしたが、本委員会の所管事務調査について委員の皆さんからのご意見などはありませんか。ありませんか。なければ、それでは当委員会の所管事務調査はただいま出ましたご意見の通り、産業経済の振興に関する諸問題の調査、病院水道事業に関する諸問題の調査の2件と決するにご異議ございませんか。すみません。ご異議なしと認め、そのように決しました。次に閉会中の継続調査の件についてお諮りいたします。ただいまご決定いただきました所管事務調査2件については、閉会中も引き続き調査することとして議長に申し出たいと思いますが、これにご異議ありませんか。ありません。ご異議なしと認め、そのように決しました。他に何かありませんか。ありません。なければ以上で本日の日程は全部終了いたしました。これをもちまして経済企業委員会を散会いたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。